こんにちは、平田チャンネルです。こんにちは。こんにちは。白石 T シャツダイエット中、欲しい人がいたら商品ですか、プレゼント企画にしようか。いや誰が欲しくなるんですか。ツイッターでちょっとプレゼント企画をするんで、白石 T シャツ欲しい方はちょっとまたツイッターの方で告知するので、ぜひご応募よろしくお願いします。男女兼用です。僕 3L です。ちょっと小さいみたいさあ、今日のシラはラージボールです。ラージボール、久しぶりな気がするな、ラージボール。そうやろ。で、今日はジュイック、珍しい、なかなか。ジュイックのラージボールのラバーを使ったことがある人？ありません。すみません、正直でよろしい。すみません、僕もありません。ジュイックからは2種類ラージボール用のラバーが出てて、でそのうちもうすごく分かりやすい、もうトップ選手向けとちょっとこう入門向けのラージのラバーを出してて、でこれはプラージュ3、トップ選手向けのラバーで、なんとラージで初めてピンクラバー出ました。かわいい。かわいいピンク。でもあれやな、マリさんが好きなピンクは多分もっと濃いピンク、もうちょっと濃いピンク。確かに薄い。そうや、他のピンクに比べて薄いですね。確かに。そうそう。まあ一回どんな感じかちょっと試打をしてみて、ぜひちょっとその性能を皆さんにお伝えできたらなと思って。で、春ラケットはこれもちょっと珍しい。ちなみにちょっとこれ初めて見てないけど、ジュイックのカイザー。カイザー。カイザー。ご存知ですか皆さん。カイザー。板めっちゃ分厚いの。ノイバウアーってわかるやろ。あの粒高魔術師。ノイバウアーがラージのために設計したんやて。なんかそれ聞いたらめっちゃ良さそうな気する。やらしい、やらしい、ボン通りそう。ちなみにカタログにこの QR コードが載ってて、このカタログの QR コードをクリックすると伊関プロがラージの指導をしてるんで、へー、伊関さんより分かりやすい動画を出そうか。もう一個のやつがマスタースピン匠っていうラバーで、これはちょっと入門のラージラバーで、それに比べてさらにハードで球持ちが良く耐久性も格段に向上したゴムシートを採用。スポンジは大好評の日本製テンションスポンジ。この最強のコンビネーションがラージボールにおいてコートでバウンドしてからのボールの伸び、スピードで相手を圧倒する、パワフルなドライブで相手をねじ伏せたい、そんな選手向けのラバーである。最強や。へえ。ってことは回転もちゃんとかかるんですかね、みたいな感じだな。最強、スピードも出て回転もかかるという、でもベストコンビネーションに書いてあるわ。カイザーラケット、ノイバウアーが特にプラスチック製ラージボールを意識して開発したラケット。44mm ボールに与えるスピード、そしてスピン、もうその性能は初級者からドライブを主戦とするトッププレイヤーまで幅広い選手を満足させるであろう。5枚合板の平均重量 75g、 めっちゃ軽い。軽すぎめっちゃ軽い。軽すぎやろ。まあ、そんな、まあ、あくまでカタログ情報だけなんで、せっかくなんでこのリバウアが設計したラージに合うラケットとジュイックのトップ選手向けのプラージュ3をちょっとぜひ試打したいと思うので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では噂のピンクラバー、ラージのピンクラバーってめっちゃ珍しいですね。めっちゃ珍しい、うん、てかラージのカラーラバー自体が初めてですか。初めて。すごい、かわいい。まあ、あともう一つ気になるのがこのジュイックがラージのために設計したっていう、すごい魔術師。はいはいはい。で、まあ、いつもちょっとシダは僕がやるんですけど、まあ、僕ももちろんシダするんですけど、今日はあの
女性目線の舌というのもちょっと後半に用意しているので、うん、まあ、女性は元全国一般女子のチャンピオンのマリコーチの方にちょっと舌をしていただきたいと思うので、また後半途中で切らないでくださいね。動画お願いします。小技が、結構飛ぶ。あ、そう。あんまなんか嫌な飛び方じゃない。なんかぶっ飛び系じゃなくて、ちょっと強く飛ぶ。ドライブめっちゃやりやすいです。
表面が、はい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 、でもめっちゃ粒はちゃんと買ってんねん。よりおすすめ、めっちゃやりやすい。この台上系だったんです、回転系が、あのグニュっていうのが嫌いな人もいるじゃないですか、やっぱり、うん、あの痛くないそうかな、それがちょっと解消されてて、で、あの硬い感じのずっといが好きな人いるじゃないですか、うん、あのマグニファイ、マグニファイ、そう、あのああいう硬さが好きな人いるじゃないですか、ずっと、うん、それのほか中間みたいな感じですね。ほんで結構強く打ってもなんか全然潰れへん、ちょっとバッと言ってます。ほら、この感じが好きなんですよ、僕。飛んでるわけじゃない。特徴はやっぱツッツキめっちゃやりやすいです、うん、僕はめっちゃこのツッツキの感じ好きですね。一緒に噛んでくれるんですよ、多分これが。で、そのちょうどいい噛み具合、ちょっとこう持ってくれてるってことね、うん、めっちゃいいですよ、このマーク。すごいピンク結構ブヨブヨやな、うん、でもな、おったらそんなにブヨブヨ感はない。そうですね、でしょ、うん、なんかラージっぽくないかも。ちょっとやっぱ軽いラケットな、引っかかるよ、低いやつ、こういうの、こういうの、かといって別にそんなに浅く入るわけでもないし、あり、あり、いや、これありかもね。え、僕結構、他のメーカーだし、一番最近感触良かったです。いや、マジで癖がない。そういう時も僕もびっくりしますけどね。わかるでしょ、ツッツキ。もうってないわ。でしょ、ツッツキめっちゃやりやすくないですか。ブヨンって飛んでいかない、ブヨンってならん、うん、だからちょっとここでこう一瞬ブレーキ、手元で、うん、こんなちょっとやりやすいラバーありました。なんか相手の人のラバーあんまりやったことない人嫌やな、あのピンクねあ、この指に違和感ないっていうのちょっとわかるかもしれない。いいでしょ、面出やすいでしょ、バック、うん、なんか指がこう、あれやピッて動かんな、はい、面出やすいですよそのいや、それって、ね、なんかあったようになかなかないんですよ。あ、引っかかるわ、この操作性に。わかるわかる。なんか目に出やすい感じしません？
おばんな、そういう時に。ちゃんと収まるな。めっちゃ噛んでくれてますよね。ラケットも噛ん、打球感全然悪くない。打球感いいっすね。だからめっちゃ、こうなんか、乾いて抜けていく板。こもらん、一切こもらん。かといって球持たないかっていうと持つじゃないですか。そのこもらん感じが多分。僕はめっちゃ好きです。いや、ありやん。まあでも、何の癖もやっぱない、なんかほんまになんていうの、綺麗。うん、綺麗。だからまあ自分もまあもちろんやりやすいってなったら、相手もやりやすい。ボールは取りやすい。うん。でも意外とそういうやつの方が、あの、公式戦とかやったら使えるかもしれない。その癖がないから、手元が一切狂わない。そのなんかラージ特有 の、 あのなんか試合の途中になんかバグり出すっていうのが逆になんかないかもしれん、うん、ジュイクフロアージュ3の試合でした。簡単に感想は、はい、僕はめちゃめちゃ好きです。これにしようかなと思うぐらいめっちゃ好感。じゃあコアバックでバックです。バックは、月がねまずめっちゃあのラージ特有のポンと飛んでいくのもないですし、今バック何貼ってんの。僕はバックロイヤル。あ、ロイヤル。ちょっとやっぱ柔らかすぎたら嫌なんで、うん、バーンって弾いた時の手元にそのバック動くのをこもってるんで、感覚が柔らかすぎたらグニョってやりすぎる。でもロイヤルよりもうちょい硬いやつが欲しかったんですよ、うん、でも引っかかりがある程度欲しかった。めちゃめちゃですね。大好きでした。大好き。大好き。まあ全体的にこうバランスがいいなんかラバーだったので、例えば初めてラージをされる方とかそんなにこう違和感なく使えるのかなっていうのは正直思いました。いや、いい、引っかかるし、別にトビもこれぐらい飛んでくれたら全然十分、うん、まあ、あとはいろんなラケットの組み合わせによってラージはまた変わるし、うん、いや、なんかこれちょっと他のラケットも試してみたいなと思えるラバー、いや、全然ありということで、ぜひ精度も全然いいし、会場でもこのラージの中ではピンク目立ちますよ。ピンクはジュイクしかないもん、ね、うん、全然試す価値ありというラバーで、うん、以上、ジュイクプラージュ3でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いいじゃないですか、これ。